今回のですね、和解案の意義なんですけれども、大きく分けて2つあると思っていただけたらと思います。1つ目なんですけれども、これがですね、福島県外において、吉保地区という地域単位でですね、福島県と同等の損害賠償が認められた初の判断だということです。今までですね、この損害賠償の議論というものは、原子力賠償紛争審査会において福島県を中心になされてきました。また東京電力株式会社の方からの損害賠償というものも基本的には福島県を中心としてなされてきました。そういう中でですね、今回この原子力賠償紛争解決センターの和解案というものは、それは違う、この問題は福島県だけの問題ではない、吉保という一定の地域的な広がりを持った、そういう面的にですね、広がりを持った場所が福島県外にも存在していて、そこにおいてきちんと今回ですね、損害賠償が認められたというところにですね、第一の意義があると思います。で、この第一の意義がですね、この第一の意義という点についてですね、何が問われているかといいますと、やはりですね、この今までその原子力賠償紛争審査会、あるいはその東京電力というものがですね、強制避難区域であるとか、あるいはその自主的避難等対象区域という限られた場所についてですね、のみ損害賠償をしてきたわけなんですけれども、これからですね、福島の県南地域、あるいはですね、丸の内町の吉保地区以外の他の地域、そういった地域について極めて少ない賠償しかされていなかったわけですけれども、まずその見直しがされなければならない。さらに言うのであれば、今まで全く賠償されてこなかった福島県のですね、会津地域、あるいは栃木の県北地域、そういったところでもですね、放射能による汚染というものが認められていて、その中で損害の存在を訴える人たちがいるので、この点についても審査会、あるいはその東京電力株式会社においてですね、新たに見直しをしてほしいというふうに思っております。で、2つ目の意義なんですけれども、これはですね、吉保地区において損害というものが存在していたということを正面から認めたということですね。先ほどの損害賠償とも関わりがあるんですけれども、除染、あるいはその健康管理という問題についてもですね、福島県とそれ以外とで大きな差があります。その除染については福島県外という理由だけで、丸森の吉保地区もですね、極めて限られたメニューには除染しか国の補助がなされていない。あるいはその健康管理についてはですね、県民健康管理調査というものが福島県にされているわけなんですけれども、やはりそういったですね、レベルの調査というものが丸森町、あるいはその吉保地区ではなされています。やはりこういったものについてもですね、改めて見直されるべきだというふうに考えています。さらに最後に申し上げますと、原発事故子ども被災者支援法という法律があります。これは原発事故によってですね、被害を受けた被災者のため必要な施策を行っていくための法律です。昨年ですね、その支援対象地域というものが定められて、結局福島県のですね、限られた地域のみが支援対象地域とされました。しかしながら、今私が申し上げた通り、丸森町の吉保地区においてもですね、やはり損害というものが実際に存在したんだ。それは原発事故による放射能の汚染、そういったものに起因しているものです。だとするのであれば、この原発事故子ども被災者支援法の被災者に該当するものとしてですね、こういった宮城県、その県南の方の地域だとしても、支援対象地域に該当するものとして、きちんと必要な支援をしていく。そういった施策をですね、これは国に求めることになりますけれども、国においても責任を持ってなすべきであるというふうに考えております。県という社会ですね、そのハードルを今回完全にこう振り払ったと言っているんでしょうか。そういう形でこの和解が示されたことに、やはり私どもは大変こう嬉しく思っております。
まあ、一つ和解案を受け入れるかどうかは持ち帰りまして地区の皆さんと相談しながら方向性を出したいというふうに思っております。東京電力の皆さんには、まあ、この和解を受け入れましてですね、速やかにこの賠償をあるいは支払いという作業を実施したいのかなというふうに思っております。これを機に健康調査であるとか除染であるとか様々な面で私たちが福島県との差を感じざるを得なかったような施策に対しても変化をしていってほしいと思っております。今回やっとこの賠償が認められたことは私たちにとってはやっとスタートラインに立ったという気持ちです。もうすでに震災から3年以上経過していますが、まだまだ私たちは地域で暮らしていって地域をもう一回盛り上げたいという気持ちがありますので、それに対して住民と一丸となってもう一度地域を作っていきたいというふうに思っております。